台風。声入ってんのかなってぐらい風強い。台風が来ております。そんな中、犬たちと外で遊んでいこうと思います。それで行きましょう。濡れた？なんで？そりゃそうだよ。今日は君が主役でしょ。スープラのケツやるか。ケツ汁溜まってんだろ。うん、ケツ汁出してやったら。じゃあケツ汁を出して差し上げます。なんかもう出てるよ。そう、どいちゃん、スープラケツ汁な。これはケツ汁ちょっとジャックショー、ジャックショー、すごい嫌。そう、すごい嫌がっちゃってる。ジャックはいいよ。すごい嫌そうだけど、なんか、なんかスープラってそういうこと多いよね。お尻かいててもさ、溜まってないみたいなやつ。やめてくれる？なんでこんなさ、至近距離で嗅ごうとするわけじゃん。おかしいよね、性癖が。そう、ケツがさ、ケツがそう細いっていうのかな。細い、なんかあの女の子の小尻みたいな感じじゃない。なんかつまめないんだよね、スープラのケツって。これ珍しいよ。いや、出ないな。こんな感じの、なんか吐き捨て、吐き捨てたね。頑張ってスープラ。魂みたいに毛抜けてくんだけど。頑張ってシュープラ、頑張れ。シュープラ。すごいすごいことになってますけど。すごいやつ。シュープラ頑張れ。頑張れ頑張れ、しょうがないよ、しょうがない。そう、元気のため、元気のため。そうだよ、やっぱケツかいんだからさ。いやー、ダメだね、出ないな。風がすごい。もう降り出したら今日はずっとお家の中だね。嫌だね、雨の日は。すごいよ、風が。大変。シュプラだけ疲れちゃった、ケツ絞られて。困ったね、シュプラ。ジャクゾ君は生きてらっしゃるんですかね。こっち見てんじゃん。なんかジャックがおしっこ引っ掛けそうな気がする。足上がんないから。ジャック、ジャック、おいで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 、ね、かわいい。もうおちっこかけようとしてたでしょ、うん、おちっこかけようとしてたでしょ。おちっこよ、ちびっこおいで、ちびっこおいで。あー、こいつ詰め切られたから嫌なんだけど。あとお尻絞ってんの見たから今。あお客さんが、台風トークじゃないじゃん。タトゥーのお客さんが予約入ってたんだけど、うん、で何時に行きます、うん、予約します、
で、その時間ぐらいに電話が来て、うん、ちょっと遅れます、うん、道分かんなくて、うん、で、坂東太郎が2軒隣にあるんで、坂東太郎ね、あ、坂東太郎の2軒隣ですよ、そうですよって言われて道に迷ってたのは私なのでしょうそうですよそうですよ今のでも微風じゃない？ジャックが最近こうやるとさ、ギューってするの。手でギューって。ギューってするんだよね。戸惑ってる、なんか。うん。戸惑ってる。かわいいんだよね。ソファーでこうやってるとこう、徐々にこっちに上がってきて。なんか上がってくるよね。知らんけど。上がってきてこうやってね、口を舐めようとするんだよ。ああ。ジャックはお口が臭いから、すごく嫌なの、それが。で、ズリズリって下げるんだけど。こうやってやってくるの。まあしょうがないよね。うん、香ばしいんだよね、ジャックはね。こいつの歯はいつ抜けるんだろうね。これはね、ここはもうグラグラなんだよ。意外と10年ぐらいいくんじゃない？うん、あとこれもね、うん、下っ端も、下の、これもグラグラだしね。ここも虫歯もグラグラだし。うん、いつ抜けるんですか。これが抜ければね、口臭も落ち着きそうな気するけど。どうかな。全体的に歯肉が臭いよ。まあまあ大丈夫だろうと思って気抜いた時にほとんど飛んでくね。準備不足で結構外そのままにしちゃった自分が悪いくせに、いざ台風来た時にこう心配そうにずっと外見るね。あれ飛ばないかな。じゃあやっとけよ。めっちゃ備えた時に限って全然降らないね。勝ちじゃないあるある度。深夜から朝方にかけて大型の台風ってニュースでやってたから、いや大変だなと思ってて、朝起きたら台風全然来てなくて、あれ台風来なかったのってなる。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。避難しましょう。避難。もう降ってくるなら。ゆかちゃん。暑いんだよね、意外とね、台風来るくせに。